うずき、なんであんたがここにいるんだい。私も宿泊客ですので。私だってそうなんだよ。不快になるからその面見せるのやめてほしいね。その言葉そっくりそのままお返しします。だいたいこちらの逗留先に乗り込んできたのはあなたの方でしょう。私が文句を言われる筋合いはありません。あんたそりゃどういう意味だい。言葉の通りでしょうね。あんたは二人とも仲良くしようよ。それは無理ってもんさね。私は構いませんよ。朔也さんが私の邪魔をしなければ。朔也さん、そんなことしてるの？さてね、私は私の人道に基づいて行動してるだけなんだけど。なんだいけ、その非難がましい目は。クジラのお肉おいしいのに、油からヒゲまでちゃんと無駄なく使ってたのに、ひどい。は？確かに意味不明ですけど。朔也さん、普段の行いが問題になっているんでしょうね。あんたらみたいな時代錯誤を押し通すような連中には言われたくないよ。人のことを言いますか、あなたは。そうだよ、大事な伝統を伝えているんだから少しぐらい仕方ないよ。私のクラスにもおことの名取りの人がいるんだけどね。ああ、なんだいなんだい。あんたぐらいの年頃だと親をないがしろにして友人とつるみたがるもんだけど、母親べったりだった K まで、その親友で付き合いの長い私よりポットでの小娘の肩を持つんだね。伝統を大事にしたいんならもう少し年寄りをいたわるべきじゃないのかい？年寄りって誰が？
ケイさん、どうかしたのかい？ううん、別に。それならいいんだ。私たちの大人げなさがこのいさかいには無関係のケイさんまで不快にさせてしまったのかと思ってね。ううん、うずきさんは大人だよ。ん？そうかい。なんだいケイ、もうのぼせたのかい？ううん、そんなことないけど。私、ケイ君に会ったよ。は？ケイがケイに会ったって？何をとんちんかんなことを言ってるんだい、あんたは。サクヤさんは黙ってて。へいへい、それで？ほら、うずきさんの尋ね人の。へえ、あんたが男をね。もう、サクヤさんは黙っててって言ってるでしょ。うずきさん、ちょっとあっちに行こう。ああ。さくやさんは来ないでよね。小娘同士の内緒話なんだから。あんた小娘ってね。ほら、うずきさん行こう。それでね、うずきさん。ケイさん、あなたは奴に会ったのかい？でも、奴なんてそんな言い方。呼び方を区別しないと、先ほどの咲夜さんではないが、問題が生じるだろう。まあ、それはそうだけど。せめて彼とかにしない？いいんだよ、奴で十分だ。それでケイさん、どこで奴と会った？話はしたかい？おかしなことはされなかったかい？うずきさん落ち着いて。とりあえず順番に話すから、そんないっぺんには。柱様のご神木の前だよ。大きな円珠の木の。あそこは神域のはずだ。うん、やんわりと追い出されちゃった。うん、やっぱり近くまで行っちゃったのはまずかったかな。それでね、ケイ君にはお柱様のご神木になってる円珠の木についていろいろ教えてもらったんだ。綺麗な木なのに、なんで鬼なんてついてるのかなって聞いたら、鬼っていうのは死んだ人の魂のことなんだって。説明はそれだけだったかい？あと、蝶
を運ぶ乗り物だとか、魂そのものの形だとか。他にもあるの？私としてはちょっと認識大逆転って感じの豆知識だったんだけど。いやね、援助に付随しての鬼の知識なら中国における木の説明だけでも十分なんだが、鬼の説明としては不十分。奴があなたには説明しにくいだろうことは結局ぼかして話しているんだなとね。え？木という外来の文字に結びついた日本の鬼については説明がないだろう。でもさすがにそれぐらい知ってるよ。私だって日本人歴長いもん。あれだよね、桃太郎とか一寸法師に出てくる虎の毛皮のパンツ履いてる。世間一般に普及しているイメージではそうだね。ではその鬼の中に木と結びつく要因はあるかな。隠れるという漢字は陰という読みの他にも陰と読んだりするだろう。抗議隠密とか。そう、今あなたが言った隠密、忍びは鬼と近いところにいる存在だ。え、忍者が鬼？鬼はその恩という言葉からの天下という説が推されていてね。物に隠れて現れることを欲せざるゆえに俗に呼びて鬼というなりと、本舗初の漢和辞典和名抄にもそう記されているんだよ。鬼から隠れるんじゃなくて鬼が隠れるの？逆だよ、ケイさん。順番が逆なんだ。あるものを鬼と認識し、鬼と名付け、鬼という鋳型に押し込むのは人間だ。人間が鬼を作るんだ。だから鬼が隠れるのではなく、隠れたもの、隠されたもの、隠れざるを得なかったものが鬼になる。それが原点の鬼だ。原点？そう、原点って。あんたら何を色気のない話をしてるんだい。ああ、サクヤさんはこっちに来ないでって言ったよね。まあね。とはいえ、ジャーナリズムに関わるものとしては耳をいつでもそば立てておく必要があるのさ。うずきさん、無視しよう。あんたはそんなに冷たい子だったのかい。自業自得だよ。まあ、長湯が過ぎるのも体に触るだろうから、取り急ぎ話をまとめて上がりにしよう。木と鬼とが結びついた要因だけどね、鬼は鬼とされた時から人の世を外れて死者の列に連なることになるんだ。死者が生前と変わらぬ姿で現世に留まっているとすれば、それは幽霊ってこと？そう、鬼となることは木になるということでもあるわけだ。今だって死亡届が受理されちまえば、そいつは死人の仲間入りだよ。単なる行方不明でも7年続けば晴れて死亡認定さ。なるほど。それとは逆からのつながりだけど、鬼人が亡くなった場合にはお隠れになったという言葉を使ったりするだろう。
くら成り立ちを知ったところで、鬼は人にあだなす人ならぬものの総称として使われることになるんだけどね。奴のように。